はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。いよいよ広島にですねマジックが点灯して、まあマジック30で結構遠い感じがするんですけれども、試合的にはなんか8月すっげえな、これぎっちり詰まってんじゃん。月曜しか休みがないっていう、こんな大変なんだ。で9月はまあわりかし空きがあって、10月の1日で終わりか。でまああとクライマックスと日本シリーズが続いていくというようなところか。8月すげえなこれ。で次の登板日は9日なので、まあ奥井と練習をしていきますか。久々に奥井を鍛えていこう。こいつは俺が誘わないと練習しないからな真面目なんだかよくわからん。ベイスターズ戦、先発はジョンソンですね。ちょっとやる気がない感じだけど、みんなの調子はやたら変動するよね俺ずっと絶好調だからね。横浜スタジアムです。横浜 DeNA ベイスターズ対広島東洋館17回戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は左の石田、対するカープの先発は左のジョンソン、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。ジョンソン1打点上げてたねどっかで。カープ追加点のチャンスです。あ、もうすでに1点取ってる。そして2塁タッチセーブ、菊池さんも出てるね。ここはちょっと追加点をいただこう。どうよ、よーし。大体ね、自分で点が取れるからね、勝率はそれ上がりますよっていう。もうすでに3点だからな。あとは守備に気をつければ。これはファール切れるよね。やっぱり右上の打球の落下地点を素早く見て、そこに素早く行くっていう、そういう動きが必要だな。来た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 。あれちょ、これ見えないんだよ本当に。お、怖っこれでツーアウト、ランナーありません。もうちょっとさ、カメラ引いてほしいんだけど。ストライク、空振り三振。よくあの体勢で取れたよな、むしろ俺の守備で。ベイスターズの攻撃、インコースのボール左へ打ってきたね。どう、OK、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番桑原。引っ張った。うわ、これはフェアになるな。ボールが転がる。バッターランナー一塁蹴って二塁も狙う。桑原、いい肩してるわやっぱり。ランナー一塁置いて迎えるバッターは宮崎。投げた、空振り三振。おお、見事。ボール球を振らせました。さあここは抑えたい場面、バッターは倉本。流し打ち、どうだ。これは平凡な。これも大丈夫だね。よしよしよし。アウト、スリーアウトチェンジ。二塁ランナー桑原残塁に終わりました。2回が終了。お、俺からじゃん次。4-0カープ。3回の表、さてどんどん追加点を取っていこう。一発秒か、こいつは。投げました真ん中には来なかったね。第2球、緩急持ち。投げました。これはボール。インコース高め、カウンター2ボール。投げました。どうよ、サクチェンジちょっと早かったか。緩急系は本当苦手だよな、チェンジアップとか。投げました。打ちました。やはり投球は緩急なんだな。3回の裏、これからベイスターズの攻撃に入ります。トップバッターは飛ばし打った、セカンド左。OK、これでワンアウト、ランナーはありません。バッター頼れる助っ人ロペス。投げました、流し打ち。エルドベッドをさばいています。これでツーアウト、ランナーありません。投げた、インコースのボール左掴んで、これでああいうライナー性の当たりとか本当怖いよな。横浜 DeNA ベイスターズ、お、ってか鈴木さんめっちゃ打ってる。打率3割6分9厘とか。カープ追加点のチャンスを迎えました。まあ俺は6割だけどね。今日2打点を挙げています投げた、カットボールか。第3球を投げた、
外角高め外れてボール、カウンター2ボール1ストライクです。投げたこれを来た、いった一直線伸びる場外への場外第23号スリーランホームラン、今日これが2本目のホームラン。場外ってさ、ボールとか当たんないのかね、いきなり球が飛んできて怖いよね。ベイスターズこの回は上位打線から始まります。先頭バッターは田中、第1打線。あ、これ待って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 、これは無理だよ、普通に無理。ワンバウンドヒット、いや俺に任せろ、俺の強肩を見ろ。田中ツーベース、こういうところでレーザービームとかあるとかっこいいよな多分。投げたカットボール空振り三振、低めの変化球です。うわ怖いね、都合は三振。おお見事見事、三振でピンチをしのぎます。桑原はさっき打たれてるからね。ベッタ流し打ち、ファルボー、投げました、打ちました、ショート後方のフライ、取ってこれでスリーアウトチェンジ、二塁ランナー残塁です。いやピッチャー陣もすごいね、めっちゃ抑えてるよ。この回の先頭は炎上してるのことか。あ、待って待って待って、それ喋ってるとこじゃない。あ、待って待って待って若干落下地点がずれたな。あんまり炎上したところとか見たことないよね。打ったセカンド右横のフライになりました。セカンド掴みました。これで2アウト、ランナーありません。投げました。低め、空振り三振。今もちょっとボール球っぽかったけどね。いやまた点を取ってるし、しかも塁にも出てるし。今日5打点を挙げています。このシュートはちょっと無理だね。第2球。打った、引っ張った。これは切れるかな、切れたか。あ、完全にスタミナがなくなった。ボール、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げました。ちょっと待って、打ちました。やばい、ゲッツーになる。アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。6回の表が終わって8対0カープ。ヒット2本しか打たれてないからね。第3球をピッチャーすごいんだけど、セカンド右横のフライになりました。なぜかヒーローインタビューに選ばれないっていう。いや大丈夫よ、菊池さんだからそんなに集まってこなくても。打順は1番に帰って荒波、今日はレッドブル。お見事お見事、空振り三振。最後は147キロストレート、投げた、打ちました、ショート左横のフライになりました。田中余裕があります、取りました、これで3アウト。横浜スタジアムからお送りしております。また三者凡退か。7回の裏、ベイスターズラッキーセブンの攻撃。この回のトップバッターは梶谷、打ちました、1、2塁間の打球。いいね、さすがセカンドよ。ランナーはありません。バッターは4番筒香、今日はレフトフライト。変化球、空振り三振。インコースの変化球でスイングアウトを取りました。投げた、打った、菊池ボールを取る、1塁に見てて安心できるよね。スリーアウトチェンジ。ジョンソン見事ベイスターズ打線を抑え切りました。7回までが終了しまして8対0。ジョンソンから始まったけど、ジョンソン打席に立ったかな。トップバッターは宮崎、打った打球はセカンドの左。ジョンソンだね、まだ多分こっから見る限りは。バッターは7番倉本、ジョンソン左だったよね。セカンドフライ打った。え、これ誰、持っていきましたが、おーちょっと待って、お怖いわ、こういうの怖いわ。今の俺も追いつけたといえば追いつけたか、どうなんだろうね、ああいうの。ジョンソン、カープリードで迎える9回です。今日5打点を挙げています。さて、あー、インドを渡してやろうと思ったら、菊池三塁です。おー、走るね、いける、菊池三塁です。おベイスターズ何としても得点を挙げたい9回です。ジョンソン完封、2安打完封はすごいぞ。これはレフトに任せましょう。一応後ろについて、ジョンソン完封勝利まであと2人、あと2人か。投げた、打ちました、これは打たされて、これも OKOKOK、 安倍、OK OK、取りました、ジョンソン完封勝利まであと1人。代打石川、バントの名手石川、バントの名手を出すのか。投げた、打ちました、セカンド、これもセカンド OK。いやー、ジョンソン、さすがだ。ジョンソン、見事な完封勝利、カープ快勝しました。あー、ジョンソン、俺もめっちゃ打ったけど、ジョンソンにはかなわなかったか。まあ、無四球完封10勝達成だからね。勝利を収めています。勝利投手はジョンソン、対戦投手は石田、実況担当。10勝5敗、自分は23号、
これ30号いけるね。4連勝か。お、これは菊池さんだ。ようやく菊池さんのお眼鏡にかかった。横浜に来ているんだからどこか行こうぜ。赤レンガ倉庫、男と赤レンガ倉庫行くのか、まあ、別にいいけどさ。軽く食事をして帰った赤松選手。いや、だんだんみんなに認められてるね。認められてるかどうか分かんないけど、菊池さんからすればさ、お前もっと守備頑張れよって特にベースカバーだなって絶対言われてそうだけどね。でそこにちょっと奥井も混ぜたいよね。やっぱり奥井も誘って今日どっか行こうぜみたいな。で明日が登板日か。で夜の中日戦があるから、まあちょっと一回寝ておこう。あ、そうか、でも昼間がフリーになるのかな。てかさ、俺今どういう状況だ。スタミナ79か。スタミナが A になったら次はどうしようかね。コントロールを B に持ってく。でももうコントロールは多分 C あれば大丈夫なんだよな。球速でも伸ばそっか。ジャイロボールを生かすために球速を伸ばしていくか。今日の先発は野村さん。中日、ちょっと中日はもう一回スターティングオーダーを確認するか。名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対広島東洋か16回戦の模様をお送りしてまいります。ドラゴンズの先発は左のジョーダン、対するカープの先発は右の野村。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。そうか、ドラゴンズの攻撃。ちょっと待って、先頭バッターはビシエド。スコアを見たかったけど、おっ、鋭い当たりだ。これはちょっといきなり立ち上がり大丈夫か。ビシエドツーベースヒット、カープ先制のピンチを迎えます。スコアを確認しよう。ビシエドパワー A、 広角打法対左 B か。荒木、大島、平田、ゲレーロ、福田、キャッチャー G。 でもそうだよねキャッチャーでは出てないか。キャッチャー G キャッチャーは下手なのか。なんかそれ前言った気がすんなキャッチャーとしての才能ないんじゃないかみたいなで、ジョーダン、スタミナ A、 チェンジアップ、シュート、スライダー、152か。あー、手堅く送ってくるね。これはボールを掴んだ、一塁送球アウト、ランナー三塁に進みました。カープ、なおも三塁か。これで犠牲フライが来たら、うわー、これはヒットになったか。いやー、いきなり1点られたね。立ち上がりを狙われているよ。大島とか足速いや。空振り三振。バッターは5番ゲレール、初球ストライクから打ちました。当たりそこでのセカンドゴロ、とりあえず1点に抑えたか。1回の裏が終わりました。2回の表、お、俺からだ。ちょっとこれは一発打って点を取ってあげましょう。とりあえず同点にしましょう。第2球、ジョーダンも一発ピヨか。ほら、あー、詰まったな。これは中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはあります。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは福田。投げました、打ちました。あ、来たこれは大丈夫、OK。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックス、ああいうフライだったらね、投げました、打ちました。自分よりね、後ろに着弾点が来るともうこういう画面になるんで、すんげー見にくいんですよね。これでなんかないのかな。ありません。バッターは8番かといってね、アングルを後ろに回すのはそれもそれで見にくいよな。こうやって、こうやった方がいいの。一瞬でこういう画面にさするのもね、難しいよね。画面を回しながら球を取るのは無理だな。
投げました打ちましたサード右一塁へ送るあっと送球それ取れたアウトか危ない危ないこれで2アウトランナーありません投げました打ったいい当たりだこれは俺のところに来るまあまあ一塁に投げなくていいでしょうこれはもう左バッターボックスは3番大島現在打ちましたあこれは大丈夫かアウト3アウトチェンジ名古屋ドームからお送りしております中日ドラゴンズ対広島東洋カープ序盤終了しまして1対0よしこのチャンスかのチャンスを迎えまこのチャンスはものにしたいね大きな声援が届いています1打同点一発が出れば逆転投げたちょっと待って打った痛烈な当たりいきなり失投だったかなこれうわー無理か3塁へスタート切った2塁送球カープなおも無理に打たなくてもよかったか失投だったからね4回の裏これからドラゴンズの攻撃に入りますトップバッターは平田アウトコース空振り三振まずは三振に今日はちょっと打線の援護がないね自分も含めて投げた引っ張ったうわヒットになりますこれはでもシングルかいいバッティングを見せましたバッターは6番福田第1打席はセンターフライに倒れ打ったボールはライダーで打ちライト無理かボールは中継福田ナイスバッティングですピンチを広げてしまいました打ったこれはどっち左中間へのフライですが、うん、ああ大丈夫だ意外にこれで2アウトランナーは1塁2塁上に飛んだねセカンドランナーちらっと見た打ちました三遊間の当たり一塁これ大丈夫アウトおお。なんとか抑えたかカープこの回ワンアウト1塁2塁のピンチでしたがここはゼロに抑えましたとりあえず踏ん張ってるねこれはなんとか援護してあげたいねこの攻撃はラストバッターから始まります先頭バッターピッチャー上打ちましたいい当たりショートから一塁送球アウトこれでワンアウトランナーありませんビシエド打順はトップに入ってビシエドねパワーがあるからね打ちました引っ掛けたサード落下点に入りましたサードグランド上とか上ってか逆かこうか上とか下も一応見れるな投げた打ちましたセカンド後方へ飛んだ菊池これで下上上みたいなこれで3アウトになります野村この上と下はねこれ逆の方がいいんですよねしかも1点入ってさらにチャンスここでちょっと畳みたい初球を打ちましたよしこれは帰ってこれる菊池さんナイスよしよしよし2対1逆転成功あとはちょっと踏ん張ってもらいたい大島打った菊池掴んだ1塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありません右バッターボックスは4番平田ここまで2三振といいところがありませんアウトコース低めに送ってフォアボール右バッターボックスにはゲレーロ打った当たりだこれは大丈夫大丈夫大丈夫もうちょっとこっちか取りましたこれさこれで前向きながら要はバック走みたいなのってできないのランナースタートを切ったおーあマジかこれはエンドラン3塁まで行かれたね勝負を仕掛けてきたなこれはレフト大丈夫だよねよーしいや今日はすげえいい試合だなかなか白熱する試合を繰り広げているあれ俺変わった俺たまに変えられるよね6回1失点まあさすがだな本当に今日は大活躍いや踏ん張ったよよくご覧いただきました一戦は2対1俺の逆転打も良かったよねでもジャクソン31セーブ勝ち越しだやるじゃないかあそうか勝ち越しだ同点になってたところからの1点だから勝ち越しかでそうかここで寝ればよかったんだねまあいいか寝とこう夜なのかさデイゲームなのかさちょっと分かんないなこれだけだと予定とか別に見れないしね習慣あこれで一応細かいのは見れるのかなるほどさて今日はピッチャーだねちょっと打線の援護が期待できないな大丈夫かそれに向こうやる気満々だぞわりかしまずビシエドをねきっちり仕留めよういきなり一発を持ってかれる恐れがあるからな
全然打線の援護があるわ。あとは気を抜かないことだな。2点もらったとはいえ。うわー、チェンジアップか。やっぱりチェンジアップなんだよな、打てないのは。投げました。打ちました。117キロ。ここからストレートをね出されるとね絶対振り遅れるんだよな。ほら、ただこれはセンター下がった。センターフライか。これで3アウト。1回の表が終わって2対0。ビシエドも13本打ってるからね。うん、やっぱり4番5番あたりも1回の裏だいぶ打ってるな。ボールか。ビシエド現在の、あ、これはもう出しちゃったよ、しょうがない。さて、これは頼む。よし、スライディングすることだったか今。これでワンアウト、ランナーは一塁か。キャッチャーは助けられてるからさ、いいけど。お、いいね。田中、軽快な守備を見せました。右バッターボックスは4番平田、通算100号本塁打。これを、あ、これはこれはこれはヒット。やばいやばいやばい。平田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。第6球をランナー自動的にスタートします。オッケー。三振。1回が終了しまして、2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。カウントはなしか。この回の先頭バッターは福田。ジャイロボールはストライク。投げました。危ない球。さて、そこから投げました。逃げるスライダー。空振り。タイミング合いません。落とす。投げました。フォーク。いいね。三振。2者連続三振。右バッターボックスは7番ドノウエ。投げました。ジャイロボール決まってストライク。伸びのあるストレート。スライダーを外へ逃がそう。投げた。スライダーボール。カウント1ボール1ストライク。でフォーク。投げた。フォークボール見送ってストライク。追い込んでいます。でジャイロちょっと1球。今のはでも甘く入っちゃった。1人になります。ドノウエ、いいバッティングを見せました。さて、ワンアウトからのランナーか。投げた。打った。流し打ち。切れていきます。ファール。フォークで落とす。うわー、抜いていった。食らいついてきたな。ボールは中継。杉山ナイスバッティングです。これはちょっと危険だ。投げた。ここは送りバント。ピッチャーの左へ。できればショーフライにしたかったけど。菊池取ってアウト。送りバント成功。今日は新井さんだね。そういえば5球目ファースト。ファーストちょくちょく変わるよね。流し打ち。どうだ。お、怖い。ジャイロで仕留めるしかない。センター、ありがとう。センターって誰が出てる。赤松さんか。なるほど、俺がピッチャーの時はそういうオーダーなんだな。ドラゴンズ、この回は2番からの好打順。バッター2000本安打の好打順アタリ。第1打席はキャッチャーフライに倒れています。逆らわずに右へ一二塁。これ俺、いやいや、ちゃんと言ったよ俺。そのままベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました。スラーバーストライク。第3球をこの投げました。ボール球。ジャイロボールはボール。アウトコース高め。カウントは入ってくるスライダー。打ちました。あっと引っ掛けた。一二塁。いや、ちゃんと俺も走ってるよ。そのままベースに入って。こういう微妙なのとかね。4番キラタ、これが2度目のバッターボックス。第4球を投げました。フォークはストライク。やっぱりね、フォークすげえ使えるんだよね。打ちました。これもまちょっと荒井さん、年なのに動かしすぎてるな。名古屋ドームからお送りし、大丈夫か、バテないか。カーリードで迎える4回です。よし、ちょっとここは、まずは一塁牽制。また自分で打っておこう。投げた。失投、ちょっと遅い。第2球投げた。いや、チェンジアップかなり投げてくるね。第3球を投げた。アウトコース3球連続チェンジアップとか。カウントは1ボール2ストライクです。4球目もチェンジアップ。カウントは2ボール2ストライク。さあ、投球は5球目。打ちました。これはどう。ライト交代。今一歩伸びないか。ボールは中継。これでワンアウト、ランナー。4回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。あ、そっか、全然見てなかったけど、強振か開いてるかって名前の上のところで分かんない、ね、強振になってるわ今。ジャンドボール、空振り三振。まずは先頭バッター三振。これはミート開いてると。見逃し三振。右バッターボックスはどの上で強振にしてるね。2割5分7厘。今日2度目のバッターボックス。打ったセカンド左横のゴロ。よし、ありがとう。スリーアウトチェンジ。近い近い近いみたいな。
回の裏ただなんだかんだで無失点に抑えてるな。トップバッターは杉山。第4球を投げた。打ちました。これは誰待って、キャッチャー取りに来てくれるっていうかさ、意外に伸びたな。キャッチャーフライかと思ったら、これいいよ、俺やるよ。今のってさ、ヒットなのエラーなの、ちょっと分かんないわ。あとで結果見てみよう。あー、しまった。これは走られるか。いや、でも肩いいね。これは抑えたい。フォークで落とす。投げた。打ちました。セカンド左。セカンド、ありがとう。よしよしよし。3アウトチェンジ。いや、助かったわ。やっぱりなんかこの守備面がな。カープリードで迎える6回です。第9初球から打ってた。タイミング的には良かったかもしれないけど、ちょっと芯がずれたか。ドラゴンズ、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは3番大島。今日はショートゴロとファーストボールが続いちゃってるな。決まった。ストライク。さあ、5球は5球目。投げました。インコースから際どいね。よく入ったな。むしろ投げました。打ちました。抜けた。抜けたか。ボールは中継。大島、ナイスバッティングです。バッターは4番キラ。フルカウントだからこれは落とす。よーし。空振り三振。右のバッターボックスは5番ゲレーロ。ここまでこれはジャイアンツで押す。打った打球はこれは無理か。ゲレーロ、いいバッティングを見せました。さて、ピンチを広げてしまいました。打ちました。これはどうする。荒井、いいね。あ、待って待って、俺が入んなきゃいけなかったのか。泣きようとしてたけど、いねえってよくあるよね、このあれ、いねえファーストみたいな。それはね、もう自分で抑えるしかない。三振を取って。絶対これさ、すげえ攻められてるよ。あいつなんでいねえんだよ、いつもいないよな。ピッチャーくらいも飛んでんしさって。第2球、奪三振が多いからね。奪三振で何とかするしかないんだよ。もうビシエドか。投げた。見送ってストライク。ドキは3球目。投げた。外角、空振り三振。外のボール球を振らせたね。ヒットはわりかし打たれてるけど、ただまあ無失点で来てるからね。バッターは2000本安打の高打者荒木。見送ってストライク。そう思うとあれだよね、尻上がりが欲しいね。もういっぱいいろいろ欲しい特殊能力があるけど、あーちょっと疲れては来てる。うわ、9回持つな。ここで抑えればよし。さあ、いよいよ最終回。第9、うわ、ツーシーム、ちょっと変わってるし。第2球、いやー、ダメだ。センターへの打球、センターバックしていった。取りました。これでワンアウト。多分今日はピッチャーだからバッティングのね、内容はね、怒られないはずなんですよ。ここは引っ張りに警戒します。危ない危ない。ピッチャーでよかったわ今日。野手で出てたらノーヒットかみたいな。空振り三振。8連続三振。すげえ、8連続三振とかね。投げました。初球外れてもわずかに外れました。投げました。ジャイルボール空振り。タイミング合いません。もうほぼ A だからね。ほぼ A でなんとか完封ができる感じか。しかもキャッチャーがいい感じで、おお、入ったね。ギリギリなんだな。もうちょっとね、省エネピッチングをすれば多分大丈夫なんだろうけど。キャッチャー上に構えてたよね。投げた、打った。よし、これはエルドレッド。行く行く行く。どうする。ちょっともう難しいな。セット、見事な完封勝利。カープ2点差で逃げ切りました。いや、でも点取ってくれた人は本当ありがたいわ。この2点本当に今日は7安打完封。ご覧いただきました一戦は2対0。いや、点を取ってくれた人も呼んでよかったんじゃないか。でもまあ、最初の2点だからね。てか鈴木さんの本塁打なのかこれ。鈴木さん呼んでもよかったんじゃん。
いや見事な完封劇だったけど、打席がしょぼかったからね。それは目をつぶってくれる、さすがだ。よし、スタミナこれで A になったか。うわやっぱめっちゃ疲れるわ。おいらも負けてらんねえぜ。お前もっと早く強くなれよ。お、なんだ見てみろよ。あー中尾アナか、今日も取材なのかね。中尾アナに取材されてーぜ。いい雰囲気だったらしいじゃねえかってそんなにいい雰囲気ではないよね別に。電話番号くらい交換してくれるかもしんねえぜ。今は LINE だよ。 LINE 交換しよう。あ入手なっちゃったのおいらがバッチリアシストしてやるぜって、おめえが余計なこと喋ってっからどっか行っちゃったんだろうでニュースのあれに来てんのかあしかも言ってくれた、ありがとう。お、またエビフライ。名古屋ってエビフライなの名物。軽く運動した。中崎選手新外国人働きぶり3勝28セーブ有料助っ人と言えるでしょう。ゲレーロ、あゲレーロって新しい人なんだ。キャンベル、ロッテのダウン、打率ゼロ。これ多分出てないんだろうね。はい、というところで、まあ、ピッチャーとしてはかなり好調ですね。ちょっと最後の試合ね、打撃が悪くなっちゃいましたけれども、まあ、投球の場面だったんでね、特に何にも言われず無事通過できまして、今はマジック25ですね。このまま、とりあえずリーグ1位を目指してやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。